世界中で中国包囲網が作られつつあるようです。やはり、軍備拡張を進める中国の存在は、どの国でも無視できないものになっているのでしょう。そんな中、フランスに動きがありました。異例ですが、原子力潜水艦を南シナ海へ派遣し、偵察活動に当たらせると発表しているのです。今回詳しく見ていきたいと思いますが、本来、潜水艦の任務は極秘のはずなんですが、それを発表するほど、対中政策を重要視していると考えても良いと思われます。フランスは、攻撃型原子力潜水艦エムロードを南シナ海に派遣しました。目的は、この原潜を、航行の自由作戦に参加させるためです。この航行の自由作戦というのは、アメリカが1979年、昭和54年から言っている作戦です。アメリカ以外の国が、領海や排他的経済水域など海洋資源を、過剰に、勝手に、主張していると判断した場合、その主張は、認めないという意思表示の代わりにと、その海域を事前通告なしに通過する作戦です。1979年といえば、旧ソ連のアフガニスタン侵攻の年でした。当時の大統領カーター氏が危機感を覚えたのも当然でしょう。その結果としての航行の自由作戦だと考えられます。それにしても、40年以上も続いていることになりますね。余談ですが、この旧ソ連のアフガン侵攻に反対した西側諸国は、翌1980年に予定されていたモスクワオリンピックをボイコットしました。俗に、幻のモスクワオリンピックと呼ばれているものです。この航行の自由作戦について気になる点は、アメリカが判断したらという大前提ですね。領海侵犯されていると訴えたところで、アメリカが、これは領海侵犯には当たらないと判断したら、この作戦は言ってもらえないのですから。さて、アメリカ大統領選挙は、アメリカ中を巻き込んだ挙句、選挙結果に不正があったと支持者たちを煽り、国会議事堂前での暴動騒ぎにまで発展させたのが、前大統領のトランプ氏でした。未だにブツブツ言っているようですが、彼のせいでアメリカの分断が余計深くなったことは忘れてはならないと思います。そして、辛くもトランプ氏に勝利したのがバイデン氏です。新大統領は就任直後から中国にどういった対応を取るのかが注目されていました。その理由は何と言っても、トランプ前大統領のあまりにもひどい中国への政策です。眉をしかめるほどの嫌中対策をそのまま継続するのか、正反対の協調路線に舵を切るのか、世界政治に興味のある人の多くが興味津々だったことでしょう。そんな人々の思いを知ってか知らずか、バイデン大統領は2021年2月9日、南シナ海へ、大型の原子力航空母艦を派遣し、軍事演習を行ったのです。これが航行の自由作戦でした。この軍事演習に参加したのは、ニミッツ級原子力航空母艦ニミッツ、セオドア・ルーズベルトの2つの空母打撃群を中心とした艦隊でした。かなり仰々しい艦隊ですよね。アメリカの威信を見せつけようとしたのだろうと推測されています。見せつける相手は言うまでもなく中国でした。中国は南シナ海に人工島を建造し、勝手に軍事拠点化を進め、その海域を自国領海と声高に主張しています。この横髪破りな中国に対するアメリカの辞意を表そうとしたものであり、将来的にも変わらない
タイナカスタンスを誇示したと思われるのです。バイデン大統領は、トランプ前大統領に比べたら、中国に、そこまで、強硬な態度を取ることはないのではという見方もありました。しかし、やはりアメリカ大統領です。世界一の帝国アメリカは、アメリカ第一主義とあからさまに主張はしませんが、バイデン政権も従来通り南シナ海公開という認識を持っていると世界に知らしめる行動を起こしたことになりました。さて、中国が自国領海と主張している南シナ海は、周辺の国々にとっても紛争の種となっています。台湾は、もちろん、ベトナム、フィリピン、ブルネイ、マレーシアなどの国々も中国とは対立しているのです。しかし、残念ながら、どの国も一国のみで中国と対峙するのはかなり厳しいという現状があります。台湾と中国の因縁は、第二次世界大戦まで遡ります。中国本土で毛沢東率いる共産党に敗れた蒋介石は、国民党と共に台湾へ逃げ、そこで、新たな政権を樹立しました。それ以来、様々な対立をもありましたが、中国は、台湾は中国の一部と主張し続けています。最近の軍備拡張傾向の高まりを見ると、台湾への武力侵攻が現実のものになるのではないかと不安視することが多くなっているのです。その証拠のように、中国軍機が台湾防空識別圏へ頻繁に侵入しています。また、尖閣諸島にも中国海峡局公船が侵入を繰り返すなど、中国の海洋進出の動きは増える一方です。話題は変わりますが、2019年末に発見され、2020年には世界中に蔓延した新型コロナウイルスですが、発生元は中国の武漢とされています。この中国は乱暴なコロナ対応も、そこそこに香港の民主化運動を弾圧し始めたことを危惧したのか、香港の旧宗主国イギリスが動き出しました。イギリスが最新鋭航空母艦クイーン・エリザベスを極東に長期派遣する理由がこれであったと推測されています。この艦の艦載機はアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型戦闘機なのでイギリスとアメリカが協力。ますます注目が集まることになったのでしょう。そしてフランス。前述の通り、攻撃型原子力潜水艦エムロードを派遣したことによって、対中国包囲網の一角に、新たな動きがあったと見られるのです。フランスの国防大臣は、南シナ海では、アメリカ、オーストラリア、日本などの周辺国と協調して、長期間の展開も行う可能性があると述べました。おそらくは中国への牽制と見受けられます。言うまでもなく、ヨーロッパはアジア太平洋地域から遠く離れています。本国であるイギリス、フランス両国が南シナ海の演習に海軍を派遣したということは、西側諸国が抱く中国への警戒感が今まで以上に高まった証拠と言えるのではないでしょうか。第二次世界大戦が終わって70年以上ですが、実はフランスは現在も太平洋の島々の一部を海外領土として保有していますから、領域に進出する中国は目障りな存在と言えましょう。それもあって、脅しのような行動に出たのかもしれません。また、国境問題では、南海となく揉めてきたインドと中国は、
チベット鉱山地域での争いが2020年に再び激化しました。緊張が走ったのですが、翌年には両軍が部隊を引き上げる動きを見せていることが分かりました。アメリカとしては中国と紛争が起きた時、インドをこちら側に引き入れたかったと思われます。インドも核を持っていますし、軍事力は無視できません。しかし、インドが対立しているのは中国だけではありません。パキスタンとは、昔から紛争が絶えず、アジタの橋と言われるトルコとも対立しているとも言われるのです。そして、インドは、ロシアから兵器を輸入しています。つまり、インドは、アメリカとロシア、そして背後の中国との関係を保とうとしているように見えるのです。白氷を渡るような綱渡りではないかと思うのですが、長年多くの国々との紛争を乗り越えてきたインドという国のした高さを痛感させられますね。30年以上前の東西冷戦時代、アメリカか旧ソ連かといった選択肢は2つしかありませんでした。しかし、21世紀の現代、インドやトルコなどどちらとも言えない勢力、しかも無視できないが勃興している事情もあり、国際情勢も複雑化の一途をたどっていると感じます。日本に、この複雑な国際世界を泳ぎ切れる、した高さ、面の皮の厚さが欲しいものですね。